い、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。ただいま、メゾンブランシュでは、25周年、記念メニューというものを、ご用意しておりましてですね、おかげさまで、今週は、ずっとご予約でもお席がいっぱいありました。来週まだ、次の余裕がありますので、ご予約の方をしておりますので、少し内容の方なんですが、ミューズ、土田市の方では牡蠣ですね、日本一美味しいと言われている、仙鳳市の牡蠣をですね、しっかり蒸し切り火を入れた、牡蠣のお料理、あとはお魚料理などはですね、サーモンと、マッシュルーム、刻んだもの、それから、バターライス、それを、クレープに包んでさらにパイ生地で包んだ、クラシックな料理です。サーモンクリビアックという料理があります。あとアグー豚を使った料理、このアグー豚の料理は、最近ちょっと流行った技法なんですけど、アグー豚、お肉のものと、それからバイガニ、ウニなどを使った、魚介と、お肉を合わせた白身、特に白身のお肉が多いですが、こういう提供の仕方も、今回は試しております。で、ソースの方はですね、タマリンドという、東南アジアの梅肉に似たような甘酸っぱいソースと一緒に、そして桃をフリッとした、桃をベーニエですね、ビールの発酵生地を使った、ドーナツかなを使ったものを添えております。いろいろと、たくさんの食材を使って、楽しんでいただくようにご用意しておりますので、ぜひご予約のお待ちください。